問題。男性と女性、水分が多いのは女性である。筋肉と脂肪、どちらに水分が多いかというと、軟前筋肉なのです。筋肉には 80% 近くの水分が含まれているのに対して、脂肪はどんなに多くても 20% 程度です。したがって、男性と女性を比べると、一般的に筋肉の多い男性の方が水分が多いことになります。特に高齢者の方は、若い人に比べて筋肉量は落ちているので、さらに体内の水分は少ないと言えます。そこで気をつけないといけないのが熱中症です。体内の水分量が少ない高齢者、若い人以上に食事なども含めて適度な水分補給が必要と言えます。